田ちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は視聴者の方に、はい、りさちゃんに聞きたいお悩み相談をやりたいと思います。はい、いつもはおしゃべりでお悩み解決してたんですけど、今回は実践というか、まあ練習場でできる解決策をやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。どんどん行くよ。はい、次リズムについてです。はい、悩みリズム編。はい、はい、まずあの一定のリズムで触れないっていう悩みが何個か来てたんで紹介していきます。はい、マッキー、マッキーさん、とにかくゆっくり一定のリズムで打てるようになりたいです。トップで1拍子置いてからのダウンが劇的に下手です。はい、はい、次タカさん、今のリズム、タイミング、体得、たどり着いたプロセスを知りたい。2331スターさん、どうしても当てに行くようでフェースが開き飛距離が出ません。まあどうしても当てに行くってことはリズムがこうずれちゃうみたいな、うん、どうしたらいいですかみたいな。でマッスルお茶さん、自分の悩みなんですが、練習場と本番と同じスイングができなくて困ってます。本番になると必ずボールに当てに行ってしまいフェースが開いてしまいます。同じだね。練習場ではインサイドアウト、ノースイングから捕まってドローが基本なんですが、本番ではインサイドアウトからの軌道でフェースが開いてしまうため右に出てしまいます。はい、みんななんか共通しているところはちょっと早打ちなのかなって思います。まあリズムはやっぱ人それぞれあって、私は遅いタイプで、速いタイプの方ももちろんいるから、私が速く打とうと思っても全然打てなくて、だからその速い方がわざと無理をして私のスイングリズムを真似ると当たらなくなるっていう可能性はすごいあります。なので自分のリズムをまず見つけることが大事で、調子がいい時とかはやっぱね、調子がいい時は結構みんな映像撮らないんですよ。調子が悪い時だけ録画して見てっていうのが多いと思うんだけど、調子がいい時こそ携帯に録画しとくといいです。今日調子いいなみたいな感じ、そのままラウンド終わっちゃう時が、早くて勉強しない調子が悪いとなんでこうなるんだろうって言って、ちょっと撮ってみたいな、どうなってる、ちょっと撮ってくんないって言って研究はするんだけど、調子がいい時の研究ってみんなあんま知ってないと思うから、まあリズムはそれぞれあって、その自分の一番いい時のリズムを知ることが大事ってことかな。例えば研究するんであれば、自分に近いリズムの人を探して研究するっていう方がいいかなと思って。次いきます。テイクバックやトップの位置について。はい、テイクバックからトップまでの指導や意識すること。トップの位置がバラつく、あ、マルゲリータピザさんです。バラつくショットが安定しません。はい、石井ゆりさんです。次、テイクバックするときに腕だけ上がるのが、体ごとひねってあげるように上げるのかが分かりません。いつも腕だけ上げて窮屈になってしまいます。うん、テイクバックするときなんか意識していることありますか。次夏さん、トップの位置でどうしてもシャフトがクロスしてしまいます。まあ、これも結局テイクバック後のことなんでここに入れちゃいました。はい、正しい軌道でクラブが戻ってきません。何を意識すればいいですか。はい、トップまで の、 あの動きは全てアドレスからテイクバック30センチぐらいでトップの位置って決まるので、トップについてこうかなああかなってやるよりかは、アドレスとテイクバック30センチをちゃんと引ければ、その理想のトップに持っていける。例えば、まあ、こういう風なアドレスをしてたとします。極端にやる、こういう風なアドレスをして、これがまっすぐと思い込んでしまっていた場合、はい、はい、なぜならアドレスがクローズしているから。はい、うん、クローズスタンスでアウトに引く、それ今度カットにしかなんなそうだね。そう、うん、これはまっすぐじゃない、うん、ない。でアドレスが正しく構えられていないとまっすぐはなかなか引けません。うん、でこのそこまでこの30センチでインに入った場合、もうインにしか上がってこれません。うん、ここ30
30cm アウトに上げた場合、アウトからしか伸びません。もっとナチュラル、シンプルにまっすぐ引きたいっていうのであれば、アドレスとこのテイクバック 30cm だけはしっかり上げてあげた方が遠回りはしないかなと思う。ちなみにクロスになっちゃう人はどうしたらいいですか？クロスになっちゃう人はちょっと多分オーバースイングにもなってる。こういうことで、で多分戻ってこないっていうのはカットになっちゃうのかな。クロス、トップでクロスしちゃうっていうのは先が開いちゃうからっていうのが第一なので、本当にこれも一緒で、左の脇にヘッドカバーを挟んだのと一緒で、また右にヘッドカバーを挟んであげるといいです。あ、でもそれでも十分上がってる。うん、全然しっかりトップ止まってるし、てか全然触れるんだね、脇損だけ閉まってて。へえ、うん、いい感じ。はい、はい、次行きます。はい、ババン。スウェーや体のブレや重心について。スウェーや、はい。アットさん、ゴルフ歴1年の男性です。自分はラウンド中力んでしまう、腰がスウェーしてしまう癖があり、大きくスライスし始めることがあります。スウェーしてしまうときに意識すべきことはありますか？次、カズトです。足の使い方ですが、右打ち前足が浮いてしまいます。これって大丈夫ですか？スウェーは、まあ軸が基本こう軸があるものだと思って、まあ、軸がなくなっちゃうことだとスウェーするって、まあ、右も左もそうなんだけど、軸があってクラブが振れるっていうふうに思ってもらいたいので、自分の軸がどこにあるかを探すっていうのがまず1点と、できれば、まあ、体のお話になっちゃうけど、右側の太ももの外側の筋肉を、右側の外側で感じるよりも、この内側の筋肉で、内側の筋肉を使うようなイメージ、どちらかというと極端にやるとこういうふうに、すごい内側って感じ、締めていくようなイメージで上げれるといいかな。どっちかっていうとこう外の意識だと流れやすくなっちゃうので、なのでどちらかというと内側の筋肉を使うようなイメージをしてもらえれば、股関節にも乗りやすくで、これがちょっと分かりづらいなっていう、股関節に乗るっていうのがよく分からないっていう方は、片足一本でトップの位置を作ってあげるとすごい分かると、これが乗ってるっていう。外に長スウェースした状態だとこういうことだよ、ね、外、これが外で、これが乗ってるっていう。なのでできるだけ内側で感じてもらえれば、スウェー防止にはなるかなと。足が浮いちゃう、足が浮いちゃう人は多分ね、そういうことだと思うんだけど、私的には同じだと思うからさ、やっぱ乗らないんだよね、左のお尻に絶対。今その練習すっごいやってるけど、こうなっちゃうんだよね、足が浮いちゃう、足が浮いちゃうってことは、まあもちろんクラブも出るし、体も起き上がる、体が起き上がるから足が浮くっていう感覚にシフトしてもらえるといいかもしれない。足が浮いちゃう、足が浮いちゃうだと多分前に進めないので、この上半身がそうね、ふってこう、そうそうそう、起き上がった瞬間足が浮くって思ってもらった方が考えやすいかな、なので体の面がまっすぐ変わらないままね向けてると、この足が浮くっていう状況にはならないと。それこそさっきやってたリサちゃんのステップ打ちとかさ、すごいこう絶対こう、それも足は絶対
浮かない浮けないよね、うん、あれとかすごいいいなって思うかな。足が出るっていうかは体が下がっちゃう、うん、っていう風にシフトしてもらえると近道かなと思います、うん、完全に私の感覚と実体験と、うんうん、やってきたことなので、これが全てがなんか正解じゃないので、広い心で見ていただければなと思います、うんうん、なので何が一番自分にとって分かりやすいかと、何が一番合ってるかっていうのをこうちょっとずつこうピックアップして聞き入れてもらえたらなと思います。100人いたら100通りの教え方があると思うので、自分にこれは合うなって思ったものだけ取り入れてもらえたらなと思います。ペコリバイバーイ。チャンネル登録お願いします。